井上までございますどうもミルクさん佐藤でございますなんでしょうかその声はこちらですと <laughs> 出た、はい、プレミア順位表シティーちょっとどうしちゃったのよ解説ああああお願いいたします <laughs> えまたやるでしょ実はマーさん、はい、本日はリバプール対マンチェスターシティだったんですがえ、リバプールが2-0でシティを下しましたわすごいなリバプールうーん、まあシティはこれで6連敗直近7試合で1分け6敗ドハ いやというところでリバプールだからねこの試合はしょうがないっていうかまあ終始だからね多少今の勢力で言ったんですけどはいということで一体どうなってるかいろいろ見ていきたいと思いますよいやいやいやいて毎日チャいネル登録でよろしくお願いしいすはいお願いしますいや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 いい これはすごいですね。13試合やりますけど、リバプル11勝1分けいっぱいですかはい,はい、はい。疫烈な強さが起こってるなと思いますね。すご,すごいな。で、まあ、アーセナル、チェルシー、あとブライトンシティ、フォレストみたいな感じで続いていくことにはなるんですよ。フォ、うん、レストはい。うん まあやっぱでも、シティですよね、あのうん、単純順位表で見たら、2位、アーセナと勝ち点2差のところにいるんで、まあっていう感じではあるんですけど、冒頭で話したとおり、ねまあ一、直近7試合で1分け6敗ってところが、うん、大丈夫かっていう心配にはどうしようになっちゃうシティとかね、ペップのキャリア的にも初めていことらしいですよね。ちょっとそこが心配だってところで、そこはちょっと後半にいろいろ解説していこうかなというふうに思ってるんですが。はいはいはい まあまあ、ただちょっと良かったねーっていうのは、そのシティのちょっと下のところにいるんですけど、9位、うん、マンチェスターユナイテッド。ユナイテッド。え、なんと今節、えー、アモリム体制で、エバートンに4-0勝利ということで、あの、実は、もともといたアモリムさんがいたのスポルティングの方が、ずっとリーグ戦全勝街道ュっラだったのに、はいはい、サンタクララに負けちゃったんですよ。はあ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 、で、 アンモリムさんがやってきて、ある程度時間も経ったなっていうユナイテッドは、エバートに4-0対象ですから、ね。そこう、アンモリムさんの価値が、ぐんぐんてるいうです、ね、そうですね。んなことありますコロッと。いや、監督でこんな変わんのって思うレベルですね,ね,すね、まあ。雰囲気と競争原理も動くっていうのはもちろんあるんでしょうけどね。でしょうけど、ね、その他に、意外にね。<ー>はいはいはい。 ただもがっつり勝ったっていう状態でこれは相当じゃないかなと思いますけどね。はい。というところで、こんな感じの順位表になってるんですが、実はまだあのー、シティの話はこれから後半またやっていくんだけど、ちょっと実はもう一チームだけ私気になってるチームがいて、実は我々1ヶ月前に、うん、てか,だか大体月1単位でこのプレミアリーグの順位表動画出してるんですけど、うん 過去、今シーズン2回、10月と11月出した時に、はい、トップ5にいたのが、スピーと、うん、ビラなんですよ。ああ、そう、ビラ、そうだったね。ビラもね、あらはい、ここ8000ぐらい勝ち出すじゃないですか。本当だずーっと勝ってないですよ。あらまあ、でもた、ちょっとこっち心配なのが、あのエメリさんの一個癖で、うん、あの、調子をこう、うん いい感じに保たせたりだとか、そこから乗らせて上にぐんぐん上がっていくとかっていうのはやっぱすごくいいんですけど、一、うん、個ちょっと歯車、ちょっとあれっていうふうになりだすとなかなかちょっと止まらないっていうところがあって、過去いろんなチームでもそういう癖は如実にあったんですが、ちょっと今回も似たような感じになってしまっていて、まあ19、勝ち点19なんで、一個勝てばそれこそ5位、6位まで上がってこれるぐらいの詰まり方ではあるんですけど、うん、ちょっと心配だっていうふうな感じに今のところになっていたりしますと。 はい、あとはちょっと下の方見てみると、まあ、ちょっとウエストハムあたりからはもう顕著なんですけど、うんえー、13位のボーマスが勝ち点18、10位のウエストハムが勝ち点15で、15位のエバートン以下が勝ち点11以下ってことで、ちょっとここら辺からがもう、早いですけど、残留争いみたいな感じになってきてるのかなというところですね。エバートン、レスター、パレス、ウルブス、イブスイッチ、サンサントン、カでもね、追いつけないわけじゃないね、これね、どこもまだ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 、サンサントン、ほんしない。 はいうところで、まあ、順位表はこんな感じではあるんですけど、まあ、今節、すごかったですけどね、はい、あのボーマスがね、あのクライファーと息子が PK だけでハットトリック決めたりだとか、あと、アースナルとウエストハムが前半だけで、これ、結果的に90分で2対5なんですけど、うん、確かこれ、45分間で2対5だったはずで、はあ、なんて試合やってんだとか、いろいろありましたけど。はあはあ まあでもやっぱりちょっと考えていきたいのがやっぱり今節はね、はい、リバプールとマンチェスター・シティという試合がありましたから、うん、まあこんな感じのスタメンではありましたけどシティちょっとどうしちゃったのみたいなところをちょっと今日は扱っていこうかななんていうふうに思いますいわゆるシティの問題ですねままあ何が起こってんのかだったり、うん、要はシティなんで最近ちょっと勝てなくなってしまってるのみたいなところちょっとまとめてみたんですけど、はい、一番のシートで一番の問題何かっていうふうに言われたら、うん えーまあ、正直、ロドリがいないことだろうなってのは正直思いますうん、うん、なんだけど、はい、それ以上にこれはあの何で持ってきたかというと、われわれ、多分これ見てくださってる方も、多分日本代表大好きな方が多いと思うので、うん、実はまずあの、ペップシティと森、はい、スジャパン、はあ、やり方、似てるんですよへ<ー>あの。要はシティの攻撃の時の形、これなのよ。この3151、なんか見たことあるでしょ ありますね、日本代表、はい、でも、うんうん、要はシティはこのやり方が最近うまくいっておらず、日本代表はうまくいってるみたいな流れなんです。結局、じゃあ、それはなんでなのかって言われたら、うん、このいわゆるアンカー役というか、ちょっともう一回戻していいですか、リーバプール戦ていうか、最近のメンバーって形になりますけど、うん、これ一応、リーバプール対シティの、ね、今回のスターメンではあったんですが、うん、最近、ボランチやってる、中盤やってるシティの選手っていうのが、うん、ギュンドアン、フォーデン、リコ・ルイスなんですよ。 はいはい、要は、どっちかって言ったらトップ下方のギュンドワンと、まあ、アタッカーフォーデンとサイドバックリコ・ルイスの3人が中盤のいわゆるボランチ役みたいなところもやってたりするわけですうん。なのでこのうちの例えば誰かとかが要は日本代表でいう遠藤航役をやらなきゃいけなくなるわけですよ。潰し屋的なねそうはい だでで、結局じゃあ何がシティで問題なのかって言われたら、この形を作るところまではいいんですけど、うん、結局じゃあこのダブルボランチになってる選手がこう森田選手みたいな感じでこう中に入っていって、うん、さあこの5枚、なんだったらファハーランド含めて6枚で攻めていくぞに誰かがボールを供給することになるんですが、うん、その結局は誰かが供給してくるだろうで、大体この車道に入った選手あたりにボールが来ることが多いんですよ、今のシティだと。はいはい。まあ、まあ、ばれてる。 なので、そこの前に置いたり、じゃあ、このシャドウの選手の手前に、相手のチームとしてはこうマークを置いたり、はい、そのパスを受けるであろう選手の近くにもう一人ディフェンダーを置いたりすることによって、ボールを受けさせなかったり、うん、受けた後にすぐボールを奪っちゃえみたいな体制を今、シティは取られてしまっていることが多くて、要はハーランドまで行ってないよねみたいな、なるほどね、そんな感じなんですよね。そうなんと うん、で結局、そこら辺でボールを奪われましたになると、うん、ここの,ものボールのもともとの配球源になる方っていうのが、いわゆる守備強度が超高いっていう選手ではないので、はい、そうなると、相手の選手がもうカウンターに出ましょうってなった時に、相手の攻撃力とこっちのシティー側の守備力でいうと、相手の攻撃力の方がちょっと上回っちゃってる状態なので、カウンターめちゃくちゃ食らっちゃうっていう、それがなかなか続いてしまってるのかなと。 だから、ある意味では日本代表も似たような形でやってますけど、もちろんアジアとそれこそプレミアでっていうのはちょっと違うかもしれないけど、日本代表がなんであの3・1・5・1でうまくいってるのかって言われたら、 このアンカー役に入るのが大体渡る、森田、青、大体そのあたりになると思いますけど、はい、やっぱ守備力はあるじゃないですか、元から。配球型っていうのは潰し屋の方でもちゃんとデータ残してきた方々でもあるので、うん、やっぱアンカーに入る人ってのはそのレベルのディフェンス持ってないと厳しいんだななて。なるほど。シティにはその代役的な人はいらっしゃらない、うん、みんな怪我。ああ だからもう耐えなきゃいけない時期なんですよね。間違,え間違えなく誰かいな舞台がとると、ね、あと1か月耐えて誰かを取ってくるか<え>どうにかして怪我を早く治すかのもう二択しかないだろうなっていう状態うなってくるのかなと思うのでもしかしたらセンターバックがそこをやるとかもあると思うんですけれどもペッ,、ね、ップを持ってすらその絆創膏はなかなか荒れてないとそうです、ね、出発が続いてるってことですね。 あとはだから今、マ麻さんおっしゃってくれたように、だ、うん、こど誰かいないんですかね、今までのペップさんとかであれば、多少、うんね、までどうにかそうできたと思うんですけど、うん、ただ、ほら、去年とかに比べてもほら、ールが増えたりしてるじゃないですか、うん、試合っで,、ねはい、で、負傷もすごかったから、結局、負傷と過密日程で、練習するその強度が不足してるんでしょうね、もう、ね。なるほどね、そうか。だから対応ができずってところなのかなと思うので。 いやそこら辺を今後、だからどういうふうにリカバーしていくのかってことになりますが、シティ、この試練をあとはどう乗り切っていくのか、あと、うん、は他のチームがそれでシティをどう倒していくのか、そしてリバプールをどこのチームが止めていくのかってところが注目されるいや、もう止まらないでしょ、これは。このは止まらないやろうけど、<laughs> ちょっとね。<laughs> なるほどリバプールに関しては、ね、仮に止まった場合って、うん、シティと同じようにほらマク・アリスター選手とかがこのボランティアに入ってるじゃないですか。 結局、ちょっとシティに似たようなことも起こり得る可能性はあるんですけど、うん、仮にマクアリスはフラフェンベルフが怪我したとしても、遠藤、うん、渡るまだ残ってるわけなので、はい、対応が可能なんですよね。それで言っても、んか一人二人抜けてもリバプールはまだまだ強いと思うので、うん、ちょっとこのまま抜け切っちゃうような気がしますね、リバプールね。なでも2位争いが今、ね、今というか。2位争いはとんでもないところになりますからね。ですね、これ。 そうよ。G3 みたいだねこれ、あの<ー>最後のねそうだね。オーマスぐらいもだっていやー全然あるでしょうね。全然わかんないねこれね。わかんないね。だからどこがねその過密にいっての中でちょっとこけちゃうみたいなことも起こりうるかもしれませんから、はい、果たして今後またね一ヶ月ぐらいはどれぐらいになってるのかまた注目されるところでございます。